南高の収穫について、説明いたします。南高はこれまだまだあの間吹き取りっていうかね、上の方のほな粗いのを取って、細かいのを置いておくと、また後の残りの、梅が大きくなると。これ倍ぐらいの大きさにはなってると思うので、収量が多く取れる、取り方です。そうですが、これまた次に、まあ、3日か5日ぐらいかね、後にまた来て収穫するんですけども、まあ、その手間もありますし、我が家は、まあ、柿と梅との複合経営なんで、柿の管理作業、摘果作業も忙しくなるので、いつも全て1回で取ってしまうか2回に分けるか悩んでるところです。それと、周り見てもらったら、あの柿園が周りにありまして、まあ柿の農薬が梅にかかったらダメっていうこともある、全て取ってあげたら柿は梅園に遠慮なく薬剤散布ができるという、良さもあります。最後に、まあ、あのポイント2つ挙げたいと思います。まず何個を、1回で全部取ってしまうか2回に分けて取るか、収量を取るかっていうとこと、もう一つは柿の管理作業、そして農薬散布、臨戦性の農薬散布のこと、2点がポイントとなります。まあ、どちらを選択するにしても家庭っていうか家によって判断していただいたらいいと思います。以上。これいっぱいか。
い、お疲れ様です。本日も梅取りさせていただきました。でも梅取りするときっていつも雨ですね。今日もあいにくの雨で体はちょっと寒いですね。南高梅もあと1回ですね。あの説明もあったと思うんですけれども、2回取り、最終説明したところはあの2回取りすることになりまして、周りの田舎の方柿なんですけれども考慮しながら、まあ、あの場所は結構柿の消毒もかからないところなので、また3日後ぐらいに取りに行きたいと思います。正解がないんでね、周りの方々と協力して話し合って決めていきましょうか。では今日も寒いんでお風呂に入りたいと思います。ではまた次回もお楽しみに。